どうも、ネガです。アノです。チブジョです。ベテルギースロマネコンティです。今の音合わせです。今の音合わせ。ということで今回ですけども、我々自粛してて今なかなか会えない期間がちょっと続いてると、みんなのことをちょっとねお互い分かってたはずなのに、もうなんか2ヶ月ぐらい経って、もしかしたらこの中にね忘れてるやつとかいるんじゃないかなって思うんですよね僕。あいつってああいう趣味あったなみたいなのを一瞬合わなさすぎて忘れそうになるというか。はい、ということで今回はまあリモートでもそのお互いのそのねその細かな変化とかに我々気づけるんじゃないかと思って今回持ってきた企画がですね、はい、ルームツアー間違い探し。いや、まあ各々の部屋のルームツアーを1分ぐらい多分してもらってるはずです、はい、片方は普通のルームツアーで、もう片方はその、はい、そのルームツアーの中の3箇所正解ルームツアーとはちょっと異なった点があると。なんとなくこいつやったらやらなさそうなものが置いてあったりね、例えば多分各々いろいろ工夫して考えてきてもらってると思うんで、はい、単純に気づいたら1ポイントです。で、多く気づいたら勝ち。これ1位の人は何ができるんですか、これ。まあ、自宅、まあ、じゃあ最下位の人が1位の人に1日3食分配達送るっていうのやりますか、ね、じゃあ車ないにということで NEXT POSSIBLE WITH 須田まさき。じゃあすんのやつからいくか。はい、すみません、ごめんなさい。じゃあ、はい、僕のこちらです。どうも、おはいすめんてんすんです。今回ですけども私のね、自宅紹介をやっていきたいと思いやーす。それではワープ。はい、ということでまずは本棚を紹介したいと思います。基本的に日常とかバカテストとか真ん中の棒どうにかできんかな、これですね。まあ、あとはなんか夏のグッズとか虫除けとかあとはソリアスとかって感じです、はい、で、ここはね自分の全財産の8割を占めるとも言われるあの服コーナーでございます。まあ、基本的にこっちがもう冬用の服ですね。で、こっちが夏用の服っていう感じで分類されていますという感じでございます。なるほどね、なるほど。次、間違えてる方、はい、はい、いますか。どうも、おはようスメンテンスです。今回ですけども、私のね、自宅紹介やっていきたいと思いやーす。それでは、ワープ。はい、ということでまずは本棚の紹介をしたいと思います。基本的に日常とか、はい、はい、どうぞ。ウノが形おかしくない、このウノの。この。え、レンガさん、ウノアタックご存じでない。勉強してきてください、これ。あー、俺が知らんだけか。とかバカテストとか、まあ、実家から持ってきた本が多いですね。まあ、あとはなんか、夏のグッズとか、虫除けとか。いや、これわかんな、これ。あとはむずい、これ。いや、これわからん。って感じです。大きいもじゃ、ぜひ。ここがね、自分の全財産の8割を占めると言われる服コーナーでございます。まあ、基本的にね、こっちがもう冬服、まあ、着ないやつですね。で、こっちが夏服となっております。基本的にやっぱ理由があるんで、全部。はいはい、そうね、はい、理由がね。でもさ、これさ、すんがさ、僕はこのブランド着るはずありませんとか言われたら俺無理やで、俺。ある可能性あるけど、あ、いや、ある可能性あるくらい。どうも、おはようスメンテンスです。今回ですけども、で、飲まない。はい、お前はジョージア飲まない。ジョージアではなくて、てか、はい、てか、はい、いや、なんか、いや、ちゃうねん、これさ、100点の回答できひんねんけど、このボトルの横になんかあったんやん、たぶん。はい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 、バナナ。なんすか、ファンタメロンかなんか置いてあった気がする。え、理由は何ですか。お前は炭酸飲めないから炭酸はないはずなよ。正解です。マジか。はい、マジか。はい、そうですね。じゃあ、気づかんかった。どうも、おはようスメンテンスンです。わかった、はい、わかった、はい。お前確か妹しかいい日のにブラザーっていうコピー機使ってる。あと僕弟いますから。あ、じゃあ次シスターなってるんじゃないですか。シスターの世界あるってこと。次シスターの世界。ドーターの可能性ある。ドーターの可能性ある。今回ですけども私のね自宅紹介をやっていきたいと思いやーす。それではワープ。はい、ということで、まずは本棚。はい、指輪つけてない、お前さっき。正解です。いやー、マジか。マジか。マジか。指輪最近、お前買ったんですよ。最近指輪買ってて。いや、すごいっすね。はい、ということで、まずは本棚の紹介をしたいと思います。基本的に日常とかバカテストとか、まあ、実家から持ってきた本が多いですね。まあ、あとはなんか夏のグッズとか
虫除けとか。はい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 。ですか。アンダイの赤本がない。正解です。マジか。さすがっすね。僕が反対の赤本をね、どっかやるわけないんですよね。うわ、フッシー入ってた。確かに、お前が赤本だって。あー、そっか。そもそもあったんや、赤本。なんでそこに目いかへんねやろ。なんでや、なんでや。俺簡単な、ほんまにでも、もうね、ちょっと簡単だと思うんですけど。いやでも、いきますよ。はい、俺これ、ってか、俺ってか、ちゃんと、ちゃんと理由を答えてください。あ、ここは絶対、マジここは絶対当てないから。はい、というわけで今からルームツアーの方をやっていきたいと思います。まず台所ですね。まあ、こんな感じで、まあ、物は結構多い方なんじゃないかなと思います。はい、次で、これリビングでね、で、こっちがまあ編集ルームっぽいのがあるんですけども、ですあんま使ってません。普段はもうここの辺でパソコン編集作業やってます。で、こっちで、ね、次こっちトイレがあって、で、こっちがね、ベッドルームですね。ベッドルーム、ここで寝たりしてます。で、ここでね、いつも服の写真とかを撮ったりするんですけれども、はい、でこんな感じで、ルームツアー終わりたいと思います。はい、まずこれが正解ね。正解ね。はいはいはい、大丈夫大丈夫。はい、それじゃあルームツアーの方やっていきたいと思います。まず台所ですね。はい、台所はこんな感じで、結構物とかはね、散らかってる方かなと思います。はい、次で、リビングこんな感じなんですけどね、まあ、相変わらず散らかってて、でこっちがまあ作業部屋って感じなんですけど、まあ、ほぼほぼ使わずにもこっちばっかりで、編集やってます。はいはいはい。次、はいはい、前回スリッパがある。スリッパを履かない。鼻は残念。くそ。はい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 。便座が上がったり上がってないとかじゃないですか。理由は、理由は、え、鼻はさんは立ってショーをすることがないから。残念。うわ。おトイレで、これはベッドルームですね。これ寝たりしてますね。で、ここで服の写真とかも撮ったりしてます、この鏡でね。はい、というわけでルームツアー終わります。いや、難しい。これなんで分からんやろ。まず台所ですね。まあ、こんな感じで、まあ、物は結構多い方なんじゃないかなと。はい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 、はい、これ正しい方はお皿があって、間違ってる方はなかったです。なぜ花尾さんは、あの、皿洗わないんで、おっぱなしです。正解。あ、そうか、なるほどね。花尾さんはね、洗い物なんかしません。で、こっちでね、次こっちトイレがあって、はい、こっちがね、はい、だから理由なんですよね。もう、分かってんだよな、待って。花尾さんは、トイレの便座とか、そういうのはとても厳しいんで、絶対開けっぱなしとかにはしていない。うん、正解。よし、正解。なぜかですね、俺基本的にガサツ人間なんですけど、はい、便座だけは閉めろとね、共演されました。はい、いやだから結構花尾さんなんかトイレに関してはなんか異様に厳しいイメージがあるんですよね、なんか。いや俺電気ぐらいやつはお前ね、風呂の電気とトイレの電気に関しては結構厳しく言ってた。あ、そうなんですよ。なんで最初電気かと思ったんですけど、電気つけっぱなしちゃったんで。でもそれだけ、それがするのに正解できたってことは、ちゃんとこの教えが入ってたってことだから。そうですね。だって俺そんな、ね、それで怒られたことないもん俺。それで怒られたことないもん。逆に、まあ、リビングに注目っていう感じですね。あ、リビングに注目。ヒントきました、はい、ヒントきました。リビングこんな感じなんですけどね、まあ、相変わらず散らかってて、でこっちがまあ作業部屋って感じなんですけど、まあ、ほぼほぼ使わずにもこっちばっかりで、ジャンバ、服は絶対にハンガーにかけるのに服が地面に置かれている。正解。よし。おおおお。正確にはあれハイブランドなんですね。服系は結構ある程度高い服が大事にするっていう。じゃあ僕の行きたいと思います。はい、はい、僕のは理由とか特にないんで。今回はルームツアーということで僕の部屋を紹介していきたいと思います。まずこちらベッドですね。1日の大半をここで過ごしています。次に撮影スペースです。普段はこの本の上に Mac を置いてズームを使って、最強の CEO っていう本を絶対お前読まへん。違います。あ、違う。次に撮影機材置き場ですね。これがグリーンバックで、これがホワイトボード、この青いのが、コナンの衣装になります。次に収納スペースですね。漫画タイムキララとかプロテインとかが置かれています。次に編集スペースです。普段はここに座って編集をしたり、あと今は関さんの2週間チャレンジの最中なので、その勉強もここでしたりしています。
はい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 。だからまだ片方しか出してないんですって。あ、でももう待ち約束するわ俺、はいはい、これ、はいはい、最後モールス符号っていうノートがあったんやけど、あれが後半ではキッコルとモリゾーノートっていうふうになってる。その間違いしたら天才ですけどね、マジで。まずこちらベッドですね。1日の大半をここで過ごしています。次に撮影スペースです。普段はこの本の上に Mac を置いて Zoom を使っています。次に撮影機材置き場ですね。これがグリーンバック、これがホワイトボード、この青いのが、コナンの衣装になります。もう1個ありそうだけどね。次に収納スペースですね。漫画タイムキララとかプロテインとかが入っています。次に編集スペースです。はい、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 すぐか、すぐか。編集の画面が違います。正解！よっしゃい！いや、それ分かりやすい。この違和感だって今までと微分不可能やもん。普段はここに座って編集をしたり、あと今はテキサーの2週間チャレンジをやったので、ボールシーンが見たきゃ、ボールシーンが見たきゃ、絶対そうやしています。あ、顔ついてる、顔ついてる。いや、顔さっきもあったと思うけどな。ありましたか。普段はこの本の上に Mac を置いて Zoom を使っています。はい、わかったわかったわかった。はい。なんか床に転がってたティッシュが、正解の方ではキッシュを置いてた。天才すぎる。次に編集スペースです。普段はここに座って。はい、デンガさん。この画面における左のフィギュアが違う。ほんま。正解ですよね、ですよね。クソ言われた。ほんま違うわ、全然違う。ちょっとクソ待って。よし、ほんま全然違うわ、これ。次に撮影スペースです。普段はこの本の上に Mac を置いて Zoom を使っています。次に撮影機材置き場ですね。これがいっちゃん左側に映ってたクマモのティッシュウェットティッシュがキッコールとモリゾーなってる。いや、だから怪地球はまだ固定ですから。ほそくこのグリーンバックでキッコルとモリゾーを象徴してる。グリーンバックの側ですか。なんならこの辺全体決めるとしてるから。キッコルとモリゾーが好き。ここですね。次に撮影機材置き場ですね。これがグリーンバックで、これがホワイトボード。またこの青いノエリンの A が新尿になっている。新尿、新尿。はいはいはい。グリーンバックの巻き方が右向き左向きになってる。それ分からない。それありそうやな。それありそうやな。なんか今のさっきのグリーンバックの理論は合ってて、その理由としてこれ実は北半球と南半球にとっててコリオリの力でそんなわけないですか。分かったからね。この人間一番一緒だけどね。ノエリンの因果神尿。まあ個人的なことを言うと、できれば花尾さんにはすぐに気づいて欲しかったかなって感じです。マジ。次に撮影機材置き場ですね。これがグリーンバック、これがホワイトボード、この青いのがはいコナンの。はい、分かった。そういうことか。お前の左腕に俺が上げた腕時計、はい、その他もろもろ腕はグッズがついてるかついてないか。正解。しゃー、それは無理だ。俺が取る。いや、さっきついてた、さっきついてたわ。さっきついてましたよ。さっきジャラジャラついてたわ。一瞬だけやったけど。おう！ってことで、現状を言っていい？お前やばいの？俺、だってお前。いや、俺2ポイント。2ポイント。2個当てた、俺。いいです。俺も2ポイントかな。お前多分3、だから俺はもう無理ない。俺だから優勝不可能になった、俺。計4つあるんですけど、まあその、3つは理由ある。はいはいはい。3つは理由あります。はい。はい、それでは、デンガンのルームツアー、やっていきたいと思います。皆さん、こちらが私の机でございます。これのパソコンで今ね、動画を編集してるんですけど、ここで皆さんと一緒のに動画を届けている動画を、こちらがですね、キッチンでございます。このキッチンでですね、こういうものをね、いろいろやることによっていろいろやってます。本当にこちらですね、こちらが私の寝てる寝室でございます。はい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 。ピアノの楽譜は嵐のやつやってるから、こんなの置いてない。いや、違います。まあ、ここで結構ね、僕は結構ね、大の字で寝るんで大きいベッドを買いました。はい、そんな形の感じです。そしてですね、こちらが私のウォークインクローゼット でございまして、服が大量にあります。ほんで上にテキストっていう感じですね。上にテキストがあって、切ってる、ここに大量の服があるという形でしたね。いろいろ勉強しているということ最中なんですけども、ということで天眼のルームツアー以上になります。やばい。はい、こんな感じ。これが正しいやつで、間違ってる方、はい、こっちだけ見ても答えれるかもしれないんで、正直。はい、それでは天眼のルームツアースタートしたいと思います。はい、はい、まずこちらがですね、
私の仕事をする机でございます。ダイニングテーブルでございます。はい、こちらがです。はいはい。アップルペンシルがついたりついてなかったですよ。いや違います。はい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 や絶対思ったもん。それ俺分かってたもん。俺それ俺も分かってたもん。正解。俺も仕事をするときにねよく使っているものでしてね、結構頑張って皆さんにお届けする動画を作ったりね、さまざまな仕事をしています。それでは続きまして、こちらがキッチンですね。はい、キッチンでねいろんなことをして、いろんなことをしながらね、まあやってるんですけど、はい、はい、はいはいはい、デンガンさんとマッチョさんの位置が入れ替わってる。あ、正解。マジ。うん、すごい。マジか、すげえな。それすごい。え、確かにそれすごいわ。やっぱキッチンで自炊をすることがなかなかできなくなりました。本当に、まあ、今後はちょっともうちょっとね自炊もしていけたらいいなというふうに考えています。私はね結構大の字で寝ると、ね、寝るというか寝相が悪いものでですね、ちょっと大きいベッドをねあえて購入して、ねもう枕があんな感じで、あんな感じになっちゃってるぐらいね変な感じで寝ちゃうんで、寝心地はいい感じに。あそして私なんですベッドの左に置いてある黄緑の筆箱みたいなやつに、さっきは竹取りの大きなのが入ってた。そんな、誰が3センチやねん、誰が3センチやねんお前。そして私の自慢のウォークインクローゼットでございます。このウォークインクローゼットでですね、本当にいろんな服を収納。ウォークインクローゼットでデューク・サライエがムーンウォークしてた。本当にいろんな服を収納したり、一つだけハンガーに爪楊枝かかってて、幼児つまもと。いや俺もう正解にしたいぐらい好きな買いたいけど違う。はい、あと2個、あと2つ、あと2個で寝室で1個、ここで1個。まあ俺が持ってないはずのものを持ってるみたいな感じですね。こちらがですね本当に多くのテキストがね、テキストを収納するスペースにもなってて、ちょっと汚いんですけどね、最近片付けが全然できないのがちょっと気づく。ブラトップみたいなのある、すくみず。あでもお前持ってる方、持ってるんやな普通は。お前そういうの、いや違う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 。もう一回やって、もう一回やって。スポブラがある、スポブラ。正解。正解です。これこの赤いやつ、赤と黒のピンクの。いやでもどっちかと言ったらお前ブラトップ持ってる方なんやけどな。いやいや持ってないよ、そんなの持ってないお前。どんだけ恥ずかしかったかっすね。お前逆になんて、間違えた正解逆じゃないですか俺。いやだから、お前、まあ、ちょっと出てるけど。枕があんな感じで、あんな感じになっちゃってるぐらいね、変な感じで寝ちゃうんで。あ、はい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 、はい、はい、リップがある、筆箱の中に。正解。うわー、わかった。マジか。正解です。マジ、よく見えんな、お前そんな。正解です。ルームツアー間違い探し、優勝は、キムヒョジュン。ありがとうございます。いや、圧倒的でしたね。圧倒的やった。じゃあ僕とスンが最下位と。まあ、ね、じゃあどっちが罰ゲームするかっていう話をキムに決めてもらいましょうか。じゃあまあまあまあ、じゃあまあ電眼さんですかね。そうですよ。そうなりますよね。なんで自分で言い出さへんねんぐらいの男気見せろよみたいな。